みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。キャラです。タムです。ゆきです。ゆきです。ゆきです。リアです。せーの、イエーイ。はい、今日はですね、みなこがちょっと気になった缶詰を32種類揃えてみました。そしてその中で、佐々木家ランキングをつけて、最もご飯に合う缶詰を決めていこうじゃないかということでございます。イエイ。じゃあまずさ、一つずつ開けて食べてみよう。そしてこんなものを用意いたしました。じゃじゃーん。こちらですね、各種の商品名が書いてある紙です。これに食べたら点数をつけていってください。5ポイント、1から5ポイントまでのポイントで最終的に集計して、どれが一番に輝くかっていうのをやっていきたいと思います。まあ、サバからいこうかな。サバの水煮、月花のサバの水煮からいこうと思います。ご飯に合うかだから、みんなご飯を用意しております。少しずつどうぞ。少し、少し食べてみようと思います。いただきます。いただきます。あ、サバの匂いだね。はい、私の知ってるサバの水煮よりもしっとりしてるかもしれない。骨もね、全然美味しい、柔らかい。次ね、無理しなくていいね、まだいっぱいあるからね、こここちら、サバの味噌煮水煮食べた。サバ味噌よ、サバ味噌。たまにサバ味噌ね、好きでしょ、みんな。では、実食、いただきます。うん、美味しい。うんうん、ほんのり甘い感じ。うん、さあ、じゃあ次、サバキムチいきましょう。じゃ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 、あ、若干赤い。美味しそう。いただきます。キムチっぽい。うんうん、キムチっぽいね。最後に鼻から抜ける感じ。あ、なんかなんかチゲより。やだっつの。でも全然辛くない。次行きましょう。じゃじゃん、平べったい感覚を見て。サバ、大根、おろし煮。じゃあ実食。いただきます。うん、これ美味しいね。うん、私好き。大根おろしでちょっとさっぱりなんだけど、甘辛の味付けもある。じゃあ次、ぶり大根いきましょう。実食。ちょっと大根が気になる。大根決める。うん、トロトロだわ。大根、大根はトロトロ。大根、大根。じゃあ先ほどね、ブリ、ブリ行ったので、ブリ、ブリ照り焼き行こうと思います。はい、ボリュブリの照り焼き、いただきまーす。いただきまーす。うん、美味しい。でもブリは辛めにしなくてもいいのかもしれない。ブリ好きやね。そう。はい、じゃあ次どんどん行きましょう。日本のイワシ、梅酢ソフト、いきまーす。梅だ、梅だ。
ただきます。あ、香りが梅だ。どうかったユースね、梅いい匂い。これ好き。これめちゃめちゃ美味しい。アンパンマンが柔らかいね、美味しい。しっとりだし、酸っぱさはないけど、梅の爽やかな感じがふわり。はい、じゃあイワシつながりで今度は釧路のイワシ水煮です。いただきます。しっとり美味しいね。さあ、じゃあ次行きましょう。カレイの中骨煮付け。いただきます。結構ね、骨が大きいの。すごい柔らかい。骨柔らか、いい和食屋さんに来たみたいな。とろっとだし、はい、じゃあメンツナカンカンいきます。じゃじゃじゃーん。これあれよ、明太子の会社が出してるね。あ、ピリ辛美味しいマグロ油漬け明太子仕立て。だからメンツの。メンツなかなか。いただきます。いただきます。ピリッとくる。ちょっと辛かった。ちょっとレントリーは辛いかな。このままおかずになるというよりはポテサラとかのに混ぜ込むとか、そういう使い方がいいかもしれない。次、ホタテ貝柱。ダダダーン。柱だよ。こういう感じ、なんかこういう感じよ。あー、ちょっと見てみて。おー、5つ入っておりました。ちょうどぴったり。では、ホタテの水、貝柱いきます。柔らかい。うん、香りすごい。あ、柔らか。ホタテの味する。美味しい美味しい。うん、美味しいけど、これもあれだな、海鮮サラダに混ぜ込むとか。ちょっとこのシンプルイカ、イカいきましょう。イカ、うん、イカいただきます。いただきます。うん、美味しい。これ温めても美味しいかも。うんうんうん、ちょっと甘いね。うん、なんか甘醤油みたいな。でも濃すぎない。さあさあさあ、だいたい半分ぐらい来たんではないでしょうか、皆さん。ということで、じゃじゃーん。おお、これなんて読みますか。クジラ。そう、クジラのマトニです。クジラ。ねえ、ドラマのような反応しないでもらっていい。何それ、打ち合わせしたの。お肉みたいな。そうだね、見た目お肉っぽい感じだよね。食感もお肉。いや、ない。いや、なんかかわいそうだな。クジラがかわいそうだと思って食べれなくなっちゃうから。他のやつ食べるか。じゃあ次、海鮮物ラストでございます。海鮮物ラストはワタリガニ。あら、あらあら、さっきのホタテのシステムと一緒。匂いはそんなにしないね。カニって感じ。うんうんうん、茹でたカニを食べてる感じよ。これもあれね、例えばカニクリームパスタの上にちょこっと乗せたりとか、そのカニクリームパスタに混ぜ込むとかさ。では焼き鳥いきましょう。じゃあ、まあ焼き鳥はさ、まずタレかな、塩かな、どっちからがいい。タレ、塩からいこうか。じゃあ焼き鳥塩味からいきましょう。塩味だわ。うん、美味しい。あ、美味しい。美味しい。
これご飯に合うわ。これご飯に合うね。うまい。美味しい。美味しい。じゃあタレ。え、これ美味しい。うん、お酒にも合う。日本酒とか飲みたい。そうそう。じゃあもうこの流れで焼き鳥攻めようか。じゃじゃん。あ、これも絶対美味しいやつじゃん。あ、匂いからしてもニンニクの匂いするね。あ、美味しい。美味しいわ。うん、これビールに合いそう。次、柚子胡椒いこう。じゃあ次こう、鶏つくねの方行ってみようか。いい味してるね。え、もうこれ一缶あれば全然おかずになるわ。あ、これも柔らかい。うん、鶏レバーいきましょう。じゃあいただきます。ちょっとポソポソしてるかな。でも美味しいよ。じゃあ鶏ごぼういきます。あ、ごぼうちゃんと入ってる。あ、ごぼうが。じゃあいただきます。いただきます。うん、うん、ごぼうの味する。うん、うん、ごぼうが染みついてる。うん、あら、見た目なんか結構大根メインじゃない。うん、いただきます。いただきます。あ、おいしい。うん、角煮と大根って感じだね。鶏ささみね。はい、じゃあサラダチキンいただきます。おいしい。さあみんな、残り2品となったんですが、馬肉からいく。馬肉からいきましょう。軟骨だね。何の味って言うんだろうね。不思議な甘さがある。うん、ラスト参りましょう。唐揚げ。おいしい。ないね。味は唐揚げかもしれん。でもサクサクが欲しくなっちゃう。はい、というわけで缶詰32種類食べきりました。というわけで、皆さんが書いてくれた点数を集計して結果発表と参りたいと思います。ではせーの、ジャンプしましょう。集計結果まで、せーの、ダダン。さあ、集計が終わりましたよ皆さん。佐々木家のご飯に合う缶詰ベスト5を発表いたします。ベスト5は、でだん、カレーの中骨煮付けです。やい。いや、これ美味しかったよね。こちら、20点です。20点。本当に骨がね、結構大きかったんだけど、あ、大丈夫かなと思ったら、もうなんかベロと上あごでもなんか歩いてできるぐらい柔らかい。どうだった、どうだった。こちらは好きだよね。これ美味しかった。さあ、ではでは、堂々たる第4位は、でで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 でじゃじゃーん。はい、同率で21ポイント。月花のサバ味噌煮と、こちらはサバ味噌煮ですね。そう、どっちも味噌煮で、今回サバの味噌煮ってこの2つしか買ってないの。それが同率4位です。すごいすごい。
21ポイント。美味しかったよね。美味しかった。美味しかったよね。サバの味噌煮美味しかったね。どう？サバの味噌煮は好きなの？うん。みんな好き？なんか甘くて美味しかった。そうね。甘みもあるもんね。美味しかった。ご飯がやっぱ進むね、味噌煮はね。続きまして、第3位は、サバ、大根、おろし煮でございます。おろしがさ、やっぱさ、味は結構お醤油味みたいな感じだったんだけど、おろしがさっぱりしてるよね。ご飯に合った。ご飯に合ったね。これまた買いたいね。缶詰でどうしてもちょっとパサパサイメージがさ、私はこびりついちゃってるんだけど、いや今回食べたのそんなどれもパサパサしてなかったね。うん。では続きまして第2位は、デレ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 デーン、デデデデーン、24ポイントです。焼き鳥&鶏つくねです。美味しかった。柔らかかったし、すごく美味しかった。基本ね、焼き鳥はほぼほぼトップ10以内に入ってましたね。はい、というわけで続きまして堂々たる第1位は、これはなんとですね、全員満点です。満点の25ポイント。だんだだーん、日本のイワシ梅じそ風味。いやー、私まさかイワシの缶詰が1位になるとは思ってなかったよ。小さめなのが結構何個も入ってるって感じで食べやすかったよね。うん、みんなどうだったの？これは好きだった？すごいよね。味も美味しかった。確かにね。これはね、ちょっとちょいちょい買っていこうと思います。というわけで、いやー、今回この企画ですけども、ちょっと簡単な気持ちでね、企画を始めたわけなんだけど、数をね間違えた。ちょっと気になるのをね、結構集めてたら32種類となってしまったんだけど、これはね10種類程度にしとくべきだったね。結構お腹いっぱい。結構お腹いっぱいになった。だってキスになんかさ、ご飯がどんどん進んでて、ご飯を返した。はい、というわけで皆さんもね、ちょっとね、私もこれから今後ね、ちょっと時短とかね、疲れてる時とか、こういう缶詰とかもうまく活用してやっていきたいなと思います。というわけで皆さん、またね。忙しい時は缶詰。